さあ21時になりました。ウィーケンドザランページ生放送でお届けしていきます。お相手はザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。よろしくお願いしま す。ということで皆さんこんばんは。12月17日、はい、結構外気温も寒くなってきて、そうなんですよ、ね、皆さん風邪とかひかないように気をつけてください。僕はあなたに一番言いたい、半袖、いつまで半袖やねんっつって、うん、この間なんかスタッフさんにね、素朴な顔されて、ジンさんって本当に半袖しか持ってないんですねって言われてまあ持ってないよそうなんですけど、でも、まあ、ラキの毛がすごいのよ。そうね、こういうとこあかんねんな、多分ズボラやねん、すいません、ね、ということで、はい、我々ランページはですね、もうあの、はい、ツアーが終えまして本当にね、皆さんあのお越しくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いやね、ブログだったりで、うん、SNS で僕らの思いの丈をね、うん、たくさん書いてるので、今日はその話もたっぷりしたいんですが、うん、なんとゲストが来てるんで、あのね、そんなことより大事な話があるよ、本当にもうゲストのいるからそうですね、可愛い後輩たちが、フレッシュな、後輩が来てくれてますので、はい、後ほど話たくさん、伺っていきたいと思います。はいはい、それでは行きましょう。ウィーケンドザランページ。ウィーケンドザランページ、お相手はザランページフロムエグザイルドライブリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。お願いします。ということでね、うん、今日のゲストの方の、はい、ファンの方も聞いていただいているということなんで、はい、いつもみたいに乱れないです。私たちは、うん、しっかりしていきましょう。まあ、僕らもあの大人です。大人ですからね。はい、でね、うん、ニコ動の方もお付き合いいただけますので、皆さんそちらもぜひチェックしてください。はい、ということでお待たせいたしました。本日のスペシャルゲスト、この方々です。ガールズガールズの住谷桃香です。石井蘭です。よろしくお願いします。スペシャルガールズガールズ、お願いします。お願いします。さあさあさあ、どんな意地悪してるのか。早速ですけれども、はい、2人にメールが届いてます。何、ラジオネームジジネコさんから、ゲストの2人が写ってるツイッターの動画を見ました。とても可愛かったけど、とても緊張してそうでした。ジン君、この番組は何でもしていいってことを教えてあげるためにもパワーをお願いします。出たよ。あの、一旦あれ、これヘッドホン外して。はい、そうだ、外した方がいい。ごめんね、あのちゃんとアクリル板もあるし、マスクもしてるし、あの安全は確保されてます。うん、2人に後頭部を向けて今からやるからね、はい、まあ、ガールズガールズのお二人にね、ちょっと緊張をほぐすパワーを僕がプレゼントしたいと思います。いきます。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おかしいよねそれ、絶対言えばいいと思ってるでしょ。魔法の言葉だと思ってる。ありがとうございます。さあ、ということで、ふざけた番組なんですよ。桃香ちゃん、ランちゃんということで、よろしくお願いします。お願いします。2人とも年齢は17歳。若すぎる。高校生ってことだよね。高2や。高2か。で、桃香ちゃんが兵庫県出身。そうです。で、ランちゃんが埼玉出身。じゃあ、りくさんと同じ。同郷ですね、はい、しかも地元もさっき言ったら本当に近くて。あ、そうなんですね、うん、なるほど。2人はあれ、普段から結構あれ同い年っていうのもあって、コミュニケーションとか取るんですか。はい、はい、学校も同じなので。あ、そっかそっか、はい、仲いいの。仲いいですよ。仲いいですよ。何も、うん、あの話題触れなくて、うん、苦しみながらこう絞り出した話題みたいな。そういうところでもおじさん出てる。そうですね、そうか。みんな仲いいの。9人で、9人ですよね、はい、メンバーの皆さんは、はいはい、ガールズガールズということですけれども、はい、じゃあ、ね、2人のことをね、いろいろ知っていただきたいんですけれども、はい、まずじゃあ今17歳でしょ。でももうこう、はい、ね、アーティストをやられてて、いろんなね、他の活動もされてると思うんですけど、はい、何歳からこの歌とダンスを2人、ね、じゃあ桃香ちゃんから聞こうかな、うん、私はダンスは9歳頃から始めたんですけど、9歳頃、はい、歌をその EXPG に通い始めてからなので、うんうん、小学5年生からです。小学5年生から、はい、さっきね、マネージャーさんが僕らがずっとお世話になってた方で、そうね、生徒の頃、うん、聞くと僕が2014年かに上京してきたタイミングぐらいで、多分ちょうど来てるのね、入れ違いぐらいでですね、はい、早いね。でもどっちも早い。それはあれ、親御さんがこう習ってみって言ってたのか、自分自身で桃香ちゃんがやりたいって始めたのか、ダンスを。なんかそうです、私がやりたいって言って始めました。なんかやっぱかっこいい、こう、まあ、イーガルさんじゃないけど、そういう先輩を見てとか。そうです、なんか興味があるもの何でも手出してたので、やってましたね。手出してたの。モーションがこうパンチやったから。そっちはしてない。そっちはしてないよね。そっちはしてない。ランちゃんは。はい、私はダンスを3歳から始めて。3歳。はい、だって最近歩き始めたみたいな時期じゃん。それ、あ、チアダンスから始めたんですけど、その時はなんかお遊びみたいな感じで、あのボーカルはそのデビューするまでパフォーマーになると思ってた、なりたいと思ってたので、うんうん、あの PG でもほぼやってなくて、ダンスだけやってた。そうなんですよ。あの EXILE さんとかみたいにガツガツ系になると自分の中で思ってたんで、歌に
あの興味はなかったんですけど、うん、そのデビューしてから歌うってなって必死で練習し始めました。なるほど、ね、すげえ、ね、デビュー決まってからやりましたね。こんなクオリティの高いことできるってさ、器用な人がいっぱいいるね。どうなの。僕今からやれって言われたら多分今のパワーで多分ほぼ喉潰れてるんでこんなことできへんし。まあね。え、それじゃあ歌 やろうってなって全然その普通に、はい、もうじゃあやろうっつって。あ、でもなんかめっちゃ声が結構ガールズ高めの曲が多いので、うん、なんかメンバーの中だと低くて、うん、ちょっと高音が出なくて、はい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 、結構苦戦してます、ね、声質とかもね、あるよ、はい、なんかリキさんアドバイスあります？喉かっぴらいて、はい、どんだけ動こうが横隔膜だけは動かさないと、うん、難しいな。17歳やから横隔膜とか言われたらなんか、え、内臓どうなってんのみたいな。それはもうパワーでこうキュッキュッてちょっとね力を入れるみんなでね固定するんですよ。わかりました、わかりました。だって2人も歌いながら踊りますからね。うん、だって17歳でしょ、うん、やっぱもっとこうさ普通に友達と遊びたい、うん、遊びたかったりもするけどその時間もないじゃないですか、うん、その辺のなんかこうやっぱもうちょっとこうしたいな本当はみたいなのもあったりするの、こうプライベートもさ。でもやっぱりそのメンバーと一緒にお仕事したりとかレッスンしてると楽しいのでもう忘れます、はい、そういう風に言えってマネージャーさん違うよね。いや、じゃあ、印象操作やめてくださいさ。そんなことないから。ちょっと一言、生放送だから、うん、一個一個言うためにちゃんとマネージャーさんの顔色をちゃんと確認しながらやります。普段さ 今時の、うん、まあ、17歳って、ね、遊ぶってなったらじゃあどっか釣り、うん、確かになんかまあカラオケ行くとか、じゃあ1日お休みもね、うん、フリーができましたね、はい、じゃあどうやって遊ぶの。カラオケ行くか占い、うん、占い、めっちゃガールズのメンバーの中で流行ってて、はい、休日はメンバーと一緒に占いに行きます。はい、そうなんだ。そうなんですよ。何占いなんかあるやん、タロットとかさ、なんかタロットだよね。同じ先生なんですけど手相とタロットとあと質問に答えてくれます。やっぱ女の子ってそういうの好きなんや。え、当たる当たる当てられたこととかある？当たります、当たりますね。例えばどんなことが衝撃的な、腐ってきたやつ、うわそうだってなったやつ、うん、それは覚えてないんですけど。覚えてないか。言ってんのが楽しいのね。その。なるほどね。多分その言って聞くじゃない、うん。多分この秒で抜けてるから繰り返し行くの。あでもみんなで行くのが楽しいのか。はい、はい、いいね。なんかさ、まあ、一応ね我々もね27なんですけどね、アーティストデビューもうちょっと5周年でちょっと先輩ですけど、はいはい、なんか質問とか我々にあったりします。したことある。なんか悩みでも何でもいいですよ。うん、いいよ。あ、なんかないね。ないね、特にないね。おめえらに言ったことが一切ねえよっつう話です。でもすごいよね、やっぱ今さこう幅広いファンの人に支持があって、うん、いやすごいよね。やっぱごね、親御さんご両親喜んでんじゃないですか、家族とか。そうですね、そうですかね。ね、この間ツアー、はい、もうやってたよね、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。どうでした、ファンの皆さんの前でこうパフォーマンスして。号泣しましたね。号泣しました、一番泣いてた。そうなんだ。そうですね、うん、なんかやっぱファンの方も泣いてる方が多くて、なんかマスク越しにめっちゃ伝わってきて、ちょっとグッときちゃいました、はい、すごいな。だって俺2人の年の時に俺 EXPG 入って、あ、そっか、特待生オーディションで入って、そっか、それ拾ってくださったのマネージャーさんですか。あれ今でも覚えてる、入校前にあの、うん、親と一緒に3人で面談した時に言われた一言目、あのリクはイケメンなんですよ。ありがとうございます。全然ね、ありがとうございます。僕は全然違う印象で、まあ、あのパフォーマーバトルオーディションの合宿審査で振り付けを教えてくださったんですよ、はい、え、そうなの。あのね、鬼やと思いました。このスピードでガンガン進めて、うわーみたいな。でも多分ね、心を鬼にしてきっと ね、はい、ね、やってくださって優しい方なんで、はい、でも本気だったからね。そうなんですよ、っていう感じ。そんなお二人と今日はやっていきたいなと思いますので、はい、この後はですね、はい、そんなお二人とスペシャルな企画をお送りしますので、はい、お楽しみに、はい、楽しみに。さあ、ということで今日はガールズガールズから住谷桃香ちゃんと石井蘭ちゃんが来てくれてるということで、ここからはこんなスペシャル企画をお送りします。クリスマスありなし判定会。さあ、ということで、もうね、世の中はクリスマスムード一色、ね、クリスマスやっぱ好きですか、女の子は。はい、好きです。ですよね。ということで、僕らももういい大人ですから、クリスマスにどんなプランを立てればいいのか、ある程度私たちもね、心得てるつもりです。アラサーなんで。リクさん、はい、ですがですね、
今時の若い子にそれが通用するのかどうか分かんないですよ。なるほどね。ジェネレーションギャップがね、10歳違いますから。はい、ということでこのコーナーでは僕らがお題に沿ってクリスマスのプランを提案させていただきます、うん、お二人にね、はい、でそれがありなのかなしなのかを判定していただく。これもう本当に僕らの顔色ミンクてその後ねなしって言ったら話フランとかそういうのせえへんから怖いですガチガチンコの判定を本当に2人の好みのままに、はい、まあ、判定してもらえばいいからね、はい、ということでじゃあ早速やっていきましょうか、はい、最初のお題はクリスマスデートのファッション。でもなちょっと生々しいですけどクリスマスデートの際にどんなファッションで女の子をお迎えするのかというのをそれぞれね、はい、発表していきたいなと思います、はい、でそれぞれにありかなしで2人に判定してもらうということで、はい、まあ一言ありとかなしとか僕が聞くのでその時には答えてくれればなと思います、はい、なんでじゃあどっちかこれもうこれ結構先僕高校僕結構じゃんけんしましょう。じゃあリクさん最初はグーじゃんけんパーあいこでパー先行で。おお先行いく、はい、じゃあ僕の、はい、クリスマスデートのファッションは、はい、結構今日ちょっと近くて、うん、こんな黒の、うんまあ、サイドゴアのレザーのブーツに黒のスキニーパンツで、はい、タートルネックでその上にたあの長いあの黒の無地のコートを着て、うん、髪は結構バチッと決める七三系でバチッと決めてこういうサングラスかけて、うん、って感じめっちゃ笑ってるでなんか今のパチンがあんまなんか刺さってるはいバカにされてるそういうのが多分時代感じんねなんかはいオッケーみたいなやらへんからでアクセサリーとかもあえて少なくピアスとブレスレット1個だけ、そうで左手はもうこの時計おーまあデートだからまあ彼女だったら多分 お揃いのリングとかつけちゃってしながらちょっとあの車で迎えに行っちゃうよね。おおということで、今ね、2人が結構うなずいてましたけど、これがどういう反応なのかは、じゃあ、ジャッジしていただきましょうか。では、ありかなしか、せーので僕が言いますので、発表してください。いきます。せーの。あり。シェーイ音楽。もう、リクさんもなんか、アンサーもってか、マジやし。ま、よかった？だって嬉しいじゃん。じゃこれがちょっと引っかかったんですが。これがちょっとユーパチがね、はい、ちょっとでもタートルネックとか、うん、ロングコートとあと車、うん、が多分みんな確かに来ます、でなんで黒をメインにしたかっていうと、うん、レディーにちょっとこう好きなように、うん、一緒に2人で並んで歩いた時に、はいはい、レディーが立つようにしたい。あ僕はしっくり黒でまとめるんですよ。マジでですどうこれ。いやもうだからいいって言ってんねんか。怖い怖いもう言わない言いが怖いってもう人先輩もうそんなやりづらいなほんまにやりづらいわ。お願いします。どうしよう僕はうんでも緊張しちゃって絶対脇汗とか書くタイプなんで汚いいやほんまリアルなこと言っとかないと。だから多分半袖になっちゃうのかな。でいやじゃあインナーはねインナーは半袖で上はコートとかなんか結構着なくてジャケットかなと思ってシンプルなジャケット、ね、色は僕も落とし目でまあねお二人とは結構カラフルなの着そうなんで、うん、これデートってなったら、うん、その僕も結構割とシンプルめで あなたはじゃあモーランとランちゃんとデートしてるってそうそうそう、ね、イメージね。あイメージやっぱ人に合わせないとあかんがこれニーズやからこういうのそれはもう父ちゃんの活動だからうんそうやなうんもしかしたらめちゃくちゃ寒かったらインナーにヒートテックでも半袖にヒートテックうーん難しいなそうやなでもジャケットスタイルかな。なるほどね。でも俺も僕も免許持ってないんで多分タクシー配車しますよ住所入れてタクシーで大丈夫カードで支払ってるからカードない、はい、ということで、はいはい真剣に考えてよ真剣に、はい、これが彼氏だったらどうかっていうのを考えてそうだね、はい、出ました。考えました。あれもし出た出ましたジャケットってどんなジャケットですか。ね、なんでほんまになんかかっちりした感じのいわゆるこうジャケットちょっとね、スマホでスマホで検索して、まあまあこういうジャケットですよ。あはい。こういうね黒のシンプルなこういうの結構好き。はい。オッケーじゃあ行きましょうか判定2人。はい。いきます。せーの。あり。ちょっと待ってくれ。待ってあ
ありとなしが聞こえたぞ。割れたぞ、割れたぞ。ありの人は？ランちゃん一応ありにしました。一応大人やね。気をつけて。ありがとうな。いやいやいや。逆にありポイントどこでした？なんか、そこまでなんかカッコつけなくてもいいのかなみたいな。あ、疲れすぎない程度が結構いいかなって思って。いいね、まあでも意外と、はい、半袖ヒートテックも面白いと思う。よかった、そっち行った。はい。はい、じゃあ、ももかちゃん聞いてみましょうか。はい、私はなんかちょっと気使いそうだなって思います。逆にね。俺がそんな感じだったら。はい、で気使ってんのが逆に気使うみたいな。ああ、なんか、リアルやな、これ。リアルやな。勉強になる。さあ、もうちょっとね、盛り上がるんですよ。続いて、そうですね、もう一回、スムーズにもう一回ね、はい、もう一つお題いきましょう。続いては、はい、クリスマスのデートプラン。ほうほうほう。どんな場所を回って、どんなご飯を食べるのかというね、はいはい、デートプランを発表していきたいと思います。はいはい、じゃあ、続いて私からいきましょうか。お願いします。じゃあ、これお二人をおもてなしするっていう、そうですね。しましょうか。設定として。僕は、シンプルです。はい、品川駅で待ち合わせ。で、もうこれ、毎回言ってるんですけど、僕は大阪ユニバが好き。ももかちゃんは多分関西出身やから分かるんですけど、はい、もう絶対ユニバなんですよ、ね。うん、で、ユニバ行く前に大阪の明治元っていう昭和元年からもう約ね、もう数十年と、続けてるオムライス屋さんがあるんです。そこのね、絶品なんですよ。オムライスが。で、そこのオムライス食べてから、お腹も膨れたし、行こうかっつってユニバ行きますね。で、A プラン、B プランあります。絶叫好きですか二人は。はい。好きやったら A プランです。で、これもハリウッドドリームから始まって、ジュラシックパーク、フライングダイナソー、ここはエリア結構近いんでスムーズに乗れます。はい、こういう感じでどんどんこう、アトラクション乗ってって、最後はミニオンで甘くこう締めていくみたいな感じ。テーマパークのスタッフさんじゃん、もう。知識の量エグ。はい。で、もうユニバのホテルに泊まるっていうのが、もう僕のプランです。はい。もう大丈夫ですか？はい。はい。もう正直に言ってくださいね。はい。いきます。せーの。あり。来た。はい、こんなナチュラルにガッツポーズしたの初めてです。すいません、ちょっとね、こんな感じで、ちょっと駆け足で言いましたけど、はい、嬉しい。よかったですか、テーマパーク。私まだ行ったことないんですよ。行ったことないや。だからやっぱ、なんか、うん、連れてってくれる人がいいですね。あら、はい、嬉しい。ももかちゃん、マリにあげてくれる。はい。いや、もう私、乗り物大好きなので、うん、どんどん進みたいタイプなので、楽しそうです。よかった、A プランでね、おすすめでございます。じゃあ、リクさん行きましょう。やっぱでも世代感じたわ。俺もね、結構似てる。俺、それのディズニーバージョンです。はいはい、おー。そう。で、待ち合わせは、車で、はいはい、二人の家まで、迎えに行きます。で、着いたよって言って。で、出てきてもらって、車の外に立って待ってるんですよ。はい。で、こう、手を添えて、あの、ドア開けて、頭ぶつけないように、つって、助手席に乗らして。なんかもうエスコートの仕方かな。で、もう自分運転して、で、こう、はい、高速で、はい、景色を楽しみながら、レインボーブリッジとか通っちゃって、はいはい、パーク、テーマパークの方に行きまして、で、そこで、もう全部、欲しいと言ったもの、乗りたいと言ったもの、食べたいと言ったもの、全部、好きな分だけ用意してあげるんですよ。お金に物言わします。はいはい。でさ、でも僕も実はディズニー大好きで、うん、だから自分の好きなものを共有しながらデートを楽しみしたいな。うん、だからジェン君がさっき説明したみたいに、はい、これってこういうのがあってここ楽しくてっていうのを共有しながら、なんか自分の個性も知ってもらいながら一緒に時間を過ごしていく、はい、夜はもうすぐ目の前にある大きなホテルのスイートルームで豪華なディナーを食いながら、はい、軍内って感じですかね。はい。さあ、そのデートプラン、はい、考えてください、お二人。出ました？はい。うん。いきます。せーの。あり。あり。よし。まあなんかちょっとお気に入った感はあるよね。ちょっとお気に入ってるよね。ね、お気に入ってると思います。株下げんなよ。いや、よかった。でもね、よかったです、本当に。はい。ということで、ちなみに、高野さんどうでした？我々のデートプランは。いや、お気に入ってたとか、やかましいな。はい。ということで、以上、クリスマスありなし判定会でした。ということで、はい、ここでですね、ガールズガールズの皆さんの曲をお送りしたいんですが、はい、来年1月にアルバム出ますね。はい、はい、そうなんです。タイトルは、はい、はい。1月12日に初のファーストアルバム、うん、We Are Girls Girls がリリースします。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、どんなアルバムになってますか？
そうですね、あの新曲2曲を含めた全15曲入りの15曲、はい、楽曲になっています、はい、全部で、そうなんです、3形態もあるので、はい、すごいです。 DVD はあのあった DVD にはなんか特典というかこう、うん、あの、はい、映像がついてたりするのかな、はいはい、そうです。 DVD 版とあとライブ版っていうのがあって、うん、今回初のツアーが入ったバージョンっていうのも用意したい。さっき言っときます、マネージャーさんそれください。確かにね、なんかみんなの音楽聴くとなんかハッピーになるよね、明るいし、うん、はい、いや、好きで好きでは入ってんの？入ってます。おー、あの曲好きなんですよ。あー、嬉しい。はい、ということで、じゃあそんなファーストアルバム、はい、We Are Girls Girls から1曲お送りしましょう。じゃあ曲紹介どっちがいきますか？じゃあいきます。はい、ももかちゃんね、はい、それでは聴いてください、 Girls Girls で 80s Lover。お聞きいただいているのはガールズガールズで 80s ラバーということで、はい、もうね、早くもお別れの時間になりました。早いなぁ。この後ね、動画パートもお付き合いよろしくお願いします。はい、お願いします。で、皆さんとね、一緒にバナバの番組を盛り上げていきたいので、はい、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、お願いします。もがちゃんとランちゃんにも引き続きお付き合いいただきます。お願いします。はい、さあ、ここでお知らせです。お二人から改めて、アルバムの告知をお願いします。1月12日に私たちのファーストアルバム、はい、We Are Girls Girls がリリース決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、もうね、お二人が言いづらいと思うから僕が言います。はい、皆さん買ってください。ありがとうございます。もうね、もうこれを聞いたのが運の尽き、もうすぐ買って。うん、買って、いや、買え。やっぱ聞いててもなんかね、こうせかせかしたこうね、日常がなんかこう、うん、一瞬ね、聞いてるとなんか本当癒されます。いや、もうなんか、ね、フレッシュ。うん、なんか。でっかい声で騒がれてます。ジンクみたいなパワーは嫌だったけど、この声ででっかい声だと俺もう一生聞いてたいと思うから、うん、そう、てかもっと言ってくれって思う。どうでした今日ウィーケン初めて来てくれましたけども。いや、なんかあの17歳の私たち、はい、お元気で元気やった元気いやー元気なやつ、ね、おじさんたちもね頑張ってんですよ。本当に今僕らもね、はい、ランちゃんどうでした。もともと本当にランピーさん大好きでライブとか行ってたんで、マジ、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。嬉しい、ありがとう、嬉しい、そうやってね言ってくれて。じゃあちょっと意地悪なこと言っていい、うん、好きな曲何？なんだろう、なんだろう、でもニュージャックは迷うな、スローヤファフィスト。あー、やっぱゴリゴリ系が好きなんだ、はい、いいね、ありがとう、嬉しいよね、はい、だからこの間僕らね、中川翔子さんとご一緒させてもらって、翔子さん、はい、めっちゃ好き、皆さんのことが好き、ご一緒させてる、だからそれだけ伝えとかないと、ありがとうございます、ね、すごかったよ、もう、うん、ガールズガールズのこと話してる時の目がキラキラされてマジで好きなんだなと思って、ね、これから、まあね、来年とかも結構精力的にグループの活動もしていくのかな、はい、うん、2人、まあ、息子ある2人含めて、はい、うん、楽しみですね、今後の進化が楽しみですよ。確かに、はい、おじさんたちも頑張れないとね、そうですね、アルバム負けないように頑張らないと、そうそう、アルバムの、ね、時期も近いし、そうなんだよ、はい、うん、またね、機会あったら皆さんのライブにも行きたいですし、おじさんたち行って大丈夫かな、盛り上がると思う、多分あ盛り上がる、自分たち自身がね、なんか楽しいんだよ、気づいたらめっちゃこうやって気づいたらめっちゃ盛り上がっちゃってるかもしれない。この後もね、動画パートも引き続きお付き合いよろしくお願いします。ということで、ウィーケンドザ・ランページ、ここまでお送りしたのはザ・ランページフロムエグザイルトライブ、リーダーのジンとボーカルのリクとガールズガールズの住谷桃香と石井蘭でした。バイバーイ、良い週末を、グッナイ。